様、私とお姉様はきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。仲良しなんだ。あれ？髪の色変わってない？あれ？こいつって髪の色緑色じゃなかったっけ？え？お前髪染める余裕があるの？ここに来て。すごくねえか、セーニャ。すご。しかも明るい色にだぞ。お前、意外とそういうキャラか。セーニャはいつもグズだからどうかしら。セーニャはいつもグズだからどうかしら。ふん、知らない。でも、そうだといいわね。グズ。セーニャってグズなんだ。さあ行こうか。ねえ、そんなフラグ立てないでくれない？もうあんなのどっちか死にますよっていうふうにしか俺聞こえないんだけど。ねえ。マジで、そう、俺、やめてな。俺今もう46時間こいつらと共に歩いてきてるからな。マジでやめてな。これバーンパレスみたいなところでよ。フラグにしか聞こえないんですけど。え、マジで？みんなネタバレコメントしちゃったんだけど、ローが死ぬらしい。お前ふざけんなよ。お前今のフラグはセーニャかベロニカが死ぬんじゃねえのか。なんであそこのフラグでローが死ぬんだよ。俺もやめっかんな。そしたら最終回です。これは虹の橋なんてまばゆいのでしょう。しかも寿命で死ぬらしい。いよいよ命の退治へのお目通りが叶う時が来たわね。さあうんこちゃん行きましょう。なんでローンが死ぬの。やめてな。まあ、ローンもここで死ねたら本望だろう。一応雰囲気出しとか。ちゃんと杖ついてる。よかった。雰囲気出しとこう。ちょっとでもな。うん、この羽帽子と死に装束で行こうか。死に装束でな。今死に装束で思い出したわ。俺昔病院で働いてた時さ、1年目死んだじいさんが死んで、なんかたまたまその家族と世間話してて、ああ死に装束ってこんな高いですねっつって院長に殴られた記憶があるわ。死に装束って言葉を使っちゃって、オフィシャルな場面で、しかも一番大事な場面で。ローさん、いやおじいちゃん、俺はかの経験を得てミスらないよ。ローが死んだ時は俺はちゃんと弔ってあげよう。死に装束って言っちゃったんだよな。使っちゃいけないらしい。だから俺がローが死んだ時の対応もマジでローファンに叩かれるといけないからな。うわ、なんかすげえ。なんかめっちゃ幻想的なんだけど。でももしかしたらあれだな。カブトムシがいそうだな、こな。夢も叶えていくと。わらべ純の夢も叶えてくれそうだな。